名古屋城、名古屋城。あ、ちょっと今日親指をたくさん洗おうかな。ちょ、親指、いや親指、綺麗な親指で突撃。ティラリラリン、ティラリラリン。あ、なんかもう花粉症だし、もういろいろやばいよ。ただいまもす。いやはやいやはやいやはや、どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで皆様、もう SNS で話題、いや待って、 SNS の前に瀬戸さんかもしれませんね。めちゃめちゃ話題の商品、こちら買ってまいりました。パンということでこちらでございます。セブンイレブンのコッペパン、クッキークリーム。はい、こちらでございます。もうね、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。瀬戸さんがもう大好き。瀬戸さん大好きです。告白する人いないでしょ。私毎日ですね、コンビニの新商品とか気になる商品を本音レビューしてます。ちょっとね、初見の方がもしいらっしゃいましたら、本音すぎてマジ批判お前しすぎだろみたいなのいただくんですけど、ガチでね、本音でねやりたいなと思ってますんで、今日こちら買ってまいりましたよ。でこれめっちゃうまいらしい。こちらはですね、セブンイレブンで128円でございました。でですよ、今日ですね、このコッペパンのやっぱうまさ、美味しさっていうのをね測るために、こちらローソンのコッペパンも買ってまいりました。このローソンのコッペパン税込み130円です。まあ、なんで2円ぐらいしか変わんないんで、まあ、こう味の違いっていうのをね見ていきたいなと。まあ、味の違いっていうか、これね、つぶつぶピーナッツの味なんですよ。なので一概には測れないかなと思うんですけれども、ちょパンのね感じとか風味、ふわっと買う風味とかをちょっと検証していきたいなと思います。で、私ローソンだけじゃ終わりません。私やっぱコンビニマイスターとしてねやってますんで、やっぱ一品だけじゃ甘いというところですね。こちらでございます。パンダのこちらでございます。ファミマのコッペパンも買ってまいりました。三大コンビニですよね。勝手に僕が呼んでるんですけども、三大コンビニと呼ばれるこのファミマ、ローソン、セブンイレブン、この三大コンビニのコッペパンバトルでございます。なんでコッペパンバトルって、コッペパンバトルですか。これ歴史に残るコッペパンバトルかもしれない。なので今回この3つを食べて本音レビューしていこうかなと思います。どれが美味しいのか、そしてもう SNS ですげえ話題になってるんで、それは本当なのかっていうのもね、本当に食べていきたいなというふうに思います。それでは最初はファミマのコッペパンから食べてみたいと思います。オトフェチチャンネルやってまいりました。オトフェチチャンネルなんでね、コンビニの本音レビューの動画じゃないですよ。まあ記憶の動画でもないです。オトフェチチャンネルの動画なんで、ちょこればっかりはね、ちょ許してください。これ別にビニールの音っていうね。それではちょっとこちらファミマのコッペパン食べてみたいと思います。これね、結構生地が、これ手洗いましたかね、これマジ手洗いましたかね。これね、生地がねちょっともちもちな感じで、しっとり薄皮あんパンみたいなさ、5つ入りでコンビニで120円くらいで売ってるあれの感じがします。つぶつぶピーナッツクリーム味ですね。ちょっと中見てみましょうか。パッカンチョすると、あ、すげえめっちゃいい香りする。あのさ、マイマミーがよく買ってたさ、なんかこうこうあってさ、なんかハーゲンダッツみたいな容器に入ってさ、こう開けてこうやってなんかこう普通にスプーンでやってトーストに塗る、あれの匂いや。で、要はピーナッツクリームの味、よくスーパーで売ってますよね。それでは食べてみたいと思います。いただきます。あー、うまい。まずさ、昼うどん食べて、花丸うどんのショーを食べて、それ以来何も食ってないんで、ちょっとなんか今ね貧血気味なんですよ。うまい、マジうまい。一昨日も唐揚げ4個とポテト20本ぐらいしか食べてないんですよね。で、昨日は家系ラーメンしか食べてないのかな。でもやばくて、ほんとに最近食生活が、うまい。ファミマクオリティ高いっすよ、これね。そんなしっとりはしてないんですよね。なんかちょっとほんと薄皮あんパンみたいな感じがします。で、下の方はまあなんかよくある菓子パンの感じかな。で、食感もよくある菓子パンの食感ですね。うんま、クリームピーナッツがマジでうまいね。でも今回の比較は割とコッペパンの風味とかもすごい重要なのかなと思います。それでは続きまして、ちょっと口食べてからいきますね。続きまして、ローソンのコッペパン食べていきたいと思います。それではオトフェチチャンネル。ビニールオトフェチ、あ、でもさ、ビニール専門オトフェチチャンネルってないっすよね。ないっすよね。新しい、なんなら新感覚。最初は笑われるんですよね。エジソンも最初は笑われました。ただビニール専門オトフェチチャンネル、もし興味ある方、やってください。勝手にやってください。勝手にって、こちらですね、ローソンですね。で、これね、すごいパンがすごい、見て、広瀬すずだよこれ。
さん。もう広瀬すずさん、何言っとんの。もうね、そのね、広瀬さんマジ大好きで、ちはやふるの映画絶対見ます。てかちはやふるに僕出てますからね。いや、てか出てないかもしれないんですけど、僕広瀬すずさん好きすぎてボランティアエキストラ応募したんですよ。で当選しちゃって行ったんですよ、映画の撮影現場に。だから僕言っていいのか分かんない、いや、まあ、言っていいのか分かんないんで、ちょっと言うのやめますか。言っていいのか分かんないでしょ、ほんと言うのやめます。でも何かしら出てます。で映画公開されたら別に何役で出てたって言ってもいいですよね。なんかどっかの生放送でなんか言っちゃった気もするんですが、まあまあね、カットされてなければ出ます。はい、ということで、さあこちら何の話だっけ。あ、ローソンのコッペパンが、これね、名前見て、もっちりとしたコッペパンっていう名前なんですよ。なんでもっちりとしてるのかっていうのがポイントになりますよ。だってセブンイレブンのコッペパンより2円高いからね。この2円何が違うか分かんないですけど、それではいただきます。いただきます。あー、うわマジでもっちりしたね。うまっ。うわ、ファミマよりうまい。これマジ、これマジ、本音本音本音、ファミマより圧倒的にこっちが美味しい。ファミマも130円すんのよ。ローソン圧倒的、マジでうまい。うまっ、ね、マジうまいぞ。これマジでもっちりしてて、食べたところすげえ汚いんで、別に 見たくなかったら見ないほしいんですけど、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。これね、もっちりしてこう食べた時にこうなんのよ。これはすごい。いや、これファミマじゃなくてローソン買った方がいい。まあ続いてこれ食べますけど、これ超えてくるのかっていうね、ローソンを。うん、これマジうまいぞ。これすごい単純に美味しい。うん、なんかもう撮影忘れて食べたい。それでは話題のコッペパン、クッキークリームのコッペパン食べていきたいと思います。ちょっとこれね、ローソン超えてくるのかっていうのが重要ですから、それでは。さあ、まずパンの感じが大事ですから。おお、全然違いますね。まず全然違う。これも広末涼子、これはさすがに。もう変態だよ。でこれね、パンがすごいしっかりしてますね。これ待って、ファミマが一番ねちょっとお辛い感じかもしれない。でもクオリティはセブンとローソンマジで高いです。ちょっとそれではパカーンしてみて、ちょパカーン、キュキュパカーン、キュキュパカーン。うわ、見てこのぎっしり感。最初さ、ファミマ食べた時にちょっと真ん中の方しか乗ってなかったじゃないですか。見てこの満足感。それでは実際にパン食べていきたいと思います。それではいただきます。ほーん、はい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 、うまっ、うまっ。クッキークリームがうまい。で、パンが、これちょ本音ですけど、僕が感じたことをすぐ言うと、パンがね、懐かしい味。なんかね、ザ・コッペパンって感じ。いや、なんかそう言うとさ、いや、なんだよ、なんだ、わかんねえよって感じになっちゃうかもしんないですけど、なんか、昔ながらの味っていう感じがする。なんか僕がね、小学生の時に、コッペパンだよって言われたのを食べたその感覚に似てる。だから言うたら、ローソンの方は邪道なのかもしれない。いや、こんなもっちもちしてねえよ、従来のコッペパンは、みたいな感じだよね。ベイブレードがさ、15年くらい前に流行ってさ、15年前とか別に壊れもしなかったわけよね。だから今のベイブレードってすごい、もう、パコーンってすげえ破裂するとかあるんですよ。で、ベイブレードファンからするとさ、破壊されてほしくないとかあるかもしれないじゃないですか。そんな感じだよね。よくわかんないけどね。うん、説明下手ですね。ははは。けど、そんな感じで、なんか懐かしいというかね、結構、ほんと25歳の方とか、ちょっと僕より上の方、給食で食べたこれみたいな感じなのかもしれない。でもね、どっちかっていうと、今の中学生とか高校生とか小学生はローソンのコッペパンの方が好きなんじゃないかなとか思いますね。正直ね、正直。でももっちもちしてる分、やっぱなんかすごい満足感あるんですよね。なんか楽しいというか。ただね、セブンのはね、もうなんかターゲットもう20歳から40歳ですみたいな、もう言い切っちゃってる感じがする。はい、ということで今回ですね、ファミマとローソン、そしてセブンイレブンのコッペパン食べていきましたけれども、本音レビューのお時間、キオスターの発表したいと思います。もうキオスター流行らせはしないけれども、浸透させてんでね。私はですね、毎回キョキの星の数というところで発表させていただいてるんですけれども、今日の星の数発表させていただきたいと思います。キオスターね。ではこちらのファミマのコッペパン、本日のキオスター42個。いやー、ありがとうございます。いやー、もうこれも本当ですから。もう42個、なんかね、美味しいんだけど、ローソンとセブンイレブンと比べちゃうと、物足りなさがあるね。何かに特化してるとかではない感じがしましたね。はい、続きまして、こちら、もっちりとしたローソンのコッペパン。それでは本日の教室発表したいと思います。本日の教室は、85!ありがとうございます。ローソンのね、コッペパンはちょっと邪道なのかもしれないですけれども、なんかね、もっちりしてて単純に美味しかった。パンとしての魅力っていうか、パンとして美味しかったっていうのがありましたね。それでは気になるクッキークリームのコッペパンの星発表させていただきたいと思います。本日のキオスター90個だ。いやーね、90個の理由なんですけど、なんかね、満足感ある。ぎっしり詰まってるっていうのがね、ポイント高めですよ。やっぱちょっと小出しだと、やっぱなんかちょっと残念感というか、物足りなさあるじゃないですか。あれだけ集合体恐怖症をね、放出させるような、あのぎっしり具合。神。
で、やっぱコッペパンっていうのはコッペパンで売ってるんで、ザコッペパンを追求してきたなっていう感じがしましたね。はい、ということで毎日こんな感じでコンビニの気になる商品とか新商品を本音でレビューしておりますので、下のチャンネル登録のボタンからチャンネル登録していただいて、横のベルマークのボタンから通知をオンにしていただけますと、明日も動画見逃さずにね見れるかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますと、私のモチベーションが上がると上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。そしてこちら昨日と一昨日のコンビニ系の動画ございますんでね、まだ見てない方ぜひとも見てみてください。とで、ご視聴あし